僕が行ってくるよ。うん。背が高い人、優しい人がダメなら面白い人だ。え？スージーちゃんを笑わせに行くぞ。チャンスだスネオ、早く笑わせてこい。急にそんなこと言われたって緊張しちゃって無理だよ。だったらこれを使ってみるか。表情コントローラー。このアンテナを相手に向けてボタンを押すと思い通りの表情になる。例えば笑いボタンを押すと泣き、怒り、よし、これで大丈夫だ。スネオ、行ってこい。行ってきます。スージーちゃん。 What？ あなたは誰ですか？僕、骨川スネオと言います。にすげえ、歯も光るようにできるんだな。ねえ、僕にもちょっとやらせて。俺が先だ。Let's
ですか？はい。どうぞ。お邪魔します。スネ夫、今頃うまくいってるかな。当たり前だろ。肉最高。ストレーキ最高。スネ夫最高。スネークじゃなくてスネ君です。あ、スネ君、スネーク大好き。私嬉しい。いやー、静かな宇宙露天風呂。そりゃもうものすごい星の数でね。そんな星空を眺めながら入る温泉は最高だよ。お前んち別荘に露天風呂があるんだ。ああ、君たちもぜひ露天風呂を作るといいよ。あ、そっか、君たちんちには別荘がないんだっけ。いや、悪い悪い。星を見ながら温泉に入れるなんて素敵ね。しずこちゃんだったらいつでも入りに来たっていいんだよ。ふん、星が見えるお風呂なんて遠くに行かなくてもすぐ入れるよ。本当？それって屋根が壊れてて星が見えるとかなんじゃないの？そっか。そんなんじゃないよ。すっごく星の綺麗な露天風呂があるんだって言っちゃったんだ。なんとかしてよ。またそんなこと。頼むよ、入らせてあげるって約束しちゃったんだ。しょうがないな、あれを使うか。広げて置くだけでいい。うわ、お湯だね。ふう、いい湯加減だ。いい匂い。このお湯は体にいいんだ。なんだか頭が良くなった気がする。6波68。どう？そうだ、温泉に浸かりながら一杯やろう。乾杯。いい湯だな。ほんといい湯だな。あ、そうだ、ダメだよ、星が見えなきゃ。まあ任せといて、立体初期で。静香ちゃん、入って入って。あ、ジャングル風呂だよ。あったかくていい匂い。上も見てよ。あ、素敵。遠慮なく入って。じゃあ、ごゆっくり。ありがとう。幸せ。しずかちゃん満足してるかな。もう勉強もしないでテレビばっかり見て。宿題があるんでしょ。あ、今ちょっと部屋に入れないから後でやるよ。今やりなさい。でもすぐやりなさい。弱ったな。嬉しそうに弱ってる。しずかちゃん。やれって言うもんだから。お邪魔しました。しずかちゃん楽しそうだったよ。そう、よかったね。あ、消しゴムを忘れた。あ、取ってきてやる。君は勉強してて。しずかちゃん。消しゴムを忘れたんだって。本当にもうのび太ってやつはしょうのないやつで。まだ何か忘れ物なかったかな。さっきからバタ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 、何やってんのかしら。のび太？あれ、ママ上に行っちゃったよ。うわっ。まずい。のび太、ちゃんと勉強してるの？
もう！びしょびしょ。なにこれは。あれ、しずかちゃんは？え、どこだ？こんなロープ捨てちゃいます。今度は誰も来ないしずかちゃんだけの温泉を作るから。もういいわ。宇宙温泉、宇宙から地球を見ながら入る温泉はどう？どうして君は次から次へと無茶な約束をするんだ。つい。まったく、地球の見える露天風呂となるとやっぱり月に作るしかないな。空気がないのを忘れてた。呼吸空気。そろそろいいかな。よし、これで息ができる。でもちょっと待って、このままじゃ空気が飛び散ってしまうから、この空気手袋で空気を固める。固めすぎないように。よし、もう大丈夫だよ。あれ月の重力は地球の6分の1だからね、体が軽くなるんだ。この辺に。よし、それじゃあしずかちゃんを呼んできて。オッケー。ようこそ宇宙プロへ。しずかちゃんのために作ったんだ。ゆっくり楽しんで。ありがとう。本当にもう邪魔しないでな。分かってるよ。それじゃあ、しずかちゃんを覚えさせて。のび太くん、宇宙風呂に近づいてみて。しずかちゃん以外が近づくと確実に撃退してくれる。これなら安心ね。口で言えばわかるよ。じゃ、ごゆっくり。わあ、広い。のび太くんって本当にエッチだね。そうじゃないよ、僕はしずかちゃんが心配だから見張ってるだけだよ。大丈夫だよ、ガードロボがいるから。第一、そんな望遠鏡じゃん月にいる人は全然見えないよ。そうなの？なんだ。今のは、あれ、どこ行った？大変だ、円盤だ、きっと宇宙人だ。しずかちゃんが危ない。のび太くん、やめときなよ、もうその手は使えないよ。本当なんだよ、見たんだ、エイリアンだよ。しずかちゃんが危ない。地球、地球、地球、you
ちぃちゅーガール託して地球は侵略の魔の手から守られたのであった。私の名はマスタード警部。今夜も怪盗デラックスからの秘密道具に関する問題が届いた。シャーロック君、のび太、今夜の問題はかなり苦しみ。マスタード、もったいつけてないで早く出してよ。これだ。この秘密道具はこんな形の道具あったかな。よーし、のびりびん。上から見た形、キラメイター。いつも使っているあれだ。そうか、気づかなかったよ。え、何？教えて。タケコプター。そうだったのか。これくらいわからなきゃ。今夜も夜風が身に染み。マスター